はい、というわけで今日も元気に C6 色チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、シュークチャンネルジュリーです。今日もありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃ久しぶりになるんですけれども、いやーなんかねすごいバタバタしてたのと、ツイッターでは報告したんですけれども、ちょっとスマートフォンに事件が起きまして、まあ、こんな感じね。はい、なんか俗に言う、私はずっと iPhone 使ってるんですけども、初めてリンゴループっていうものに会ってしまいまして、妄想やってる本アカの方の機種がなっちゃったので、なかなかできなかったので、久しぶりのモンスト動画になります。皆さんお久しぶりでございます。まだチャンネル登録いただいて見ていただいて本当にありがとうございます。はい、ということで今日は何やっていくかと言いますと、以前ですね超春玉、こちらをね劇獣神祭に撮っていくっていうお話したと思うんですけれども、こちらの劇獣神祭を引いてきましたので、こちらのご報告と、そして昨日からですねレッドスター来ておりまして、こちらに、限定の新キャラが来ておりますので、こちらを引くべく、まあ、12% に確率アップした属性ピックアップ属性限定ガチャっていうのを初めて引くので、ちょっとこれを体感していきたいなと思って引いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで劇獣神祭の方はですね、実はこのスマートフォンが新しいものが届く前に撮影しておりますので、画面だけの撮影となってます。声も入ってるかな？なので、ちょっとそちらのご報告をまずはご覧ください。こちらです。超春玉をですね、もう終わっちゃうんですけども、こちらで引いていきたいと思います。狙いはアベルちゃんですね。アベルちゃんが1体しかいないので、アベルちゃん欲しいな。こうやって見ると、すごくわかりやすいね。で、星5以上確率 24%、 こちらの春玉で私はアベルを当てていきたいと思います。フジライジェも一体行ってもいいなと思ってるんですけどね、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。1連続お願いします。ストライクショットが聞こえないね。かわいいね。もう桜の季節終わってたけど、ストライクショット、これストライクとか聞こえるね。アベルがね、2体ぐらい欲しい。なんたら神引き。おー、いやー、そっち、なる、行動。ね。おー、まあ、ね、確率はめっちゃいいよ。ただね、やや、歴史を感じるラインナップですね。さあ行きましょう。もう一個行こう。行くわ。止まってたし、お願いします。ただいく。まあでもね、ピックアップ率は変わらないんだもんね、これね。まあ、出ない可能性も全然ありますけど。おお、びしゃ、狙い通り。食べる、やば。いや、アベルめっちゃ嬉しいな。2体目ですね。やばばばば、アベルは結構使えることが多いので両方ね、めっちゃ嬉しい。いきます。ストライク。手は出てなかったと思ったんだけどな。ヘイ。おー、ニュー石塚しのちゃん出ましたね。ありがとうございます。はい、というわけで、まあね、あったオーブ50連で神引きというか、後追いをして、なんとアベル2体ゲット。アベルは新刊も神刊もね、結構両方使えるので、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ということで、まあ、大成功だったんですけども、なんで私はこのレッドスターも引けると思っている。行こう。新キャラ出ておりますのが、鬼丸国綱かな。はい、進化の鬼丸国綱さんは、ザナードゥ爆絶適正なってんのかな。なんと、毎水 EL 半ダメ、SS 短縮ということでスピードアップついてるので結構貴重なんじゃないかなと思います。そして、まあ、攻略サイトとか見てると結構神化が注目されてるのかな。近畿の23回ですかね、あの侍出てきてめちゃくちゃめんどくさいところ、はい、こちらの適正と呼ばれる超毎水アンチ魔法陣、木属貴族性キラードレイン持ちのパワーアップフィールド。これがね、なんか近畿で使ったらめちゃくちゃ楽そうになるのかなと思うので、こちらをゲットすべく、ちょっと引いていきたいと思います。
や本当はねレッドスターに卑弥呼が入ってればよかったんですけど、私卑弥呼が本当にあのガチャで一番行きそうで、あのガチャ幻運曲行きそうなので、レッドスターに卑弥呼来てくれたらマジ神なんですけど、あいつはモンコレに行ってしまったんや。はい、まあ、ちょっとそんなことはいいんですけど、行って弾いていきたいと思います。まあ、限定キャラも結構持ってるんですよね。カマエルも持ってるし、まあ1体だけなんでカマエル1体目出たら嬉しいなってことなんですけども、で割合が 12% かな、初回 24% ではないんだね。まあでもいいでしょう、 12% という私は体感していきたい、この 12% を。いきましょう、ストライク。多分めちゃくちゃその属性のキャラがいないみたいな序盤は全然引いてもいいと思うんだよね。おお、なんかいつもの通りのラインナップだね。ほっ、ナザニー出ました。いや、ナザニーもね全然ね使えますから、全然使える、いい子。いきましょう、20連目ストライク。今のところ確率通りの確率となっております。いや、クニツは涼しいな。ワルプルとかで言ってるんですけど、もうギリ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 このなんか12%を守っていく。はい、アグナームートさんで出ましたね。もうアグナームートさんも結構いますね。さあ3回目いきましょう、お願いします。何も出てないよ、ストライク。はい。はい。何もないね。いやー、頼む。おー、なんだっけ、ルビーちゃんだっけな。おー、アグダックス。おー、リリーちゃん。え、めちゃくちゃ引いたね。やっぱね、40連目、いけます。やっぱ全体的に出る気がする、ストライク。まあ、やっぱキャラが多くなってきたので一点狙いとかすると大変だけど、普通に属性のキャラが欲しいとかだったらマジ初心者さんでは本当にいいですね。おお、でもおお、めっちゃ出るね。久しぶりのアトス、はい、火花ちゃん出ましたね。火花ちゃんとアトスさん、はい、行きましょう。星玉まで行って今日は終わりにしたいと思います。ストライク。まあ、ピックアップの確率は、おお確定。これ、鬼丸さん来るんじゃないかな。鬼丸チャンス？鬼丸チャンス？鬼丸？あー、ミカエルだ。鬼丸チャンス感じたんですけどね。星玉行きましょう！お願いします。確定。2回で嬉しいけど、割と地味確定なんだよな。地味確なんだよな、こいつ。お願いします。おー、サンゴちゃん。おー、ビゼは嬉しいかも。ビゼは嬉しいかも。2体目かな。はい。ビゼもザナドゥ適正。いいですね。生放送出させていただいたんで、バッチリ覚えてますけども。行きましょう、お願いします。いやー、マジ終わりかな、これで。クリちゃん、おー、ナスカか、時代を感じますね。呪文10連だけお借りしたいと思います。なんかでも出ない気がするんだけど、でも行くね、ちょっと。でも行くねっつって、あー、そうね、クニちゃん使って23回行きたいね。快適にしていきたい、近畿を。あー、作ると一時めっちゃ欲しい時代ありました。こいつ何人使えたんだっけな。なんかすごい欲しい時あったんだよな。はい、というわけで70連で11体ゲットだったので、まあ、確率的には 15% ちょっとぐらいかな。まあ、国津田さんはぼちぼち狙いつつ、今後もね、ちょっと回していきたいと思いますが、いや、でもね、めちゃくちゃ出るようになった感じはね、ありますけどね、皆さんはいかがでしたでしょうか。国津田さんね、もしよければ、もしフレンドさんとかいらっしゃいましたら、フレンドさんに出していただけたら、ちょっと近畿で使ってみたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。なかなかね、妄想のライブはできてないんですけれども、ちょっと FF7 が今、私が一番、
まあ、今週まで好きな FF シリーズファイナルファンタジーシリーズの新作が出てしまいましてそちらを実況してるんですけども、まあ、それがねちょっと終わって落ち着いたらまたモンストの雑談ライブとかもねやっていきたいと思いますのでよろしければチャンネル登録してまた会いに来てくださると嬉しいです。ではラストじゃんけんいきます。せーの、シロクロじゃんけん、最初はにゃんじゃんけんぽいグーです。なのでバーの人はアステップ取り込むよ。では本当に最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。